ベトナム。仕事でベトナムに来た。今日は休み。ホテルの窓を開けた。天気が良かった。すごく気持ちよかった。下を見下ろすとバイクがたくさん走っていた。僕は部屋を出た。ホテルを出た。ホテルの前にバイクにまたがったベトナム人が何人かいた。バイクの後ろに乗って観光するらしい。ベトナム人が「お兄さん乗る？」と片言の日本語で誘ってきた。僕は断った。ふと車道を見た。僕はびっくりした。セージがバイクを運転していた。セージの背中にベトナムのおっさんがしがみついていた。僕は「なんでやねん」と思って笑った。セージは僕より笑ってた。